はい、こんにちは、奥ちゃんです。本日はですね、関東圏から行く日帰りツーリングスポットということで、行きたいと思います。今回はですね、房総半島、南房総の方に行きます。では後ほど。今から向かいますのは原岡海水浴場ですね、に行きたいと思います。今まあもう冬ですから、海水浴はありませんけども、ちょっとよくインスタなんかに出てるのかな、桟橋がですね、ちょっと趣のある桟橋がありますちょっとそれをですね見に行きたいと思います。さすがに房総半島、南房総だね。あったかいね。今日は平日なんですけど、地元ナンバーの車ばっかりなんですけども、それでもなんか車が多いな。さあもうそろそろ着きますよ。海水浴場って珍しいよね。夜になったらまた雰囲気あるんだろうな。街灯があるから。あ、富士山だ。富士山が見えるぞ。夏の海水浴シーズンは人が多すぎてダメだな。はい、原岡桟橋でした。これ岡本桟橋とも書いてあったんだけど、どちらが正しいのかわからないですけどね。なんかでも一般的には原岡桟橋って書いてあるんだけどね。で、地元のあの看板に岡本桟橋って書いてあったから、どっちも正しいんでしょう。皆さんお気づきの方もいらっしゃるかもわからないですけども、このスクリーンを変えました。プーチのスクリーンに変えました。ちょっとレーシーになったかなと、ちょっと自己満足してます。ちょっと取り付けるのにですね、ちょっと手こずっちゃって、ボルトを折っちゃいました、ね、ここのねボルトで、ボルト全部新しいボルトに変えました。もともとついてたボルトがアルミのボルトみたいだったんで、ちょっと締め付けすぎて折れちゃいまして、ちょっと急遽ライクランドに行ってボルト買ってきました。さあ今から向かいますのは、須野崎灯台に行きたいと思います。もう何回も行ってるとこなんであれですけども、本当にこじんまりした灯台で、派手さもないですけども、結構眺めもいいのでいつも行っております。さあ房総フラワーラインに入りました。あ、富士山。須野崎灯台から富士山見えるかな。
さあ、そろそろ着きますよ、洲崎灯台。あ、見えた、灯台見えてきました。灯台が、灯台閉鎖中だって。あっちゃーん、閉鎖中か。上まで上がれません。まあさっきそこから見たからいいか。今日はまあここがちょっとこの辺に戦火行った時の動画を入れときます。洲崎灯台がダメか、まあ、そしたら次野島崎灯台に行きます。まあこんなこともあるわね。まあ前もっての下調べも何もしてこなかったから。ここ飛び砂がすごいとこだよね。ここね、歩道が砂だらけ。砂丘だね、砂丘。風紋が綺麗だな。おお、フラワーラインらしいな。まあ、せっかくだからちょっと写真でも撮るか。道の駅南房パラダイスはパスします。空いてるね。あ、休園って書いてあったな。まあ、やってないっていうのは平日あるあるだな。はい、もうそろそろ野島崎灯台に着きます。ちょっとお腹が空いてきたんで、食べるところが空いてれば食べたいですね。いや、ここの大将すっごく丁寧だな。見た目はなんかサブちゃんみたいだったけど、ここから入ったことなかったな。なかなかでもいいな。どうです。放送担当
と。さあ行きましょう。はい、野島崎灯台でした。いやー、まあ平日来たのは初めてなんですけども、まあまあ冬とはいえ、まあ暖かい日だったんで人はそれなりにいましたね。まあ本当ちょっと歩いてるとちょっと汗ばむ感じはしましたね。はい、まあ本日はもうここまでとしたいと思います。今から自宅に向かって帰りたいと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。さあ帰るぞ。何時になるかな。